はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、自衛隊の銃の歴史、警察予備隊時代から、最新の20式小銃までということで、今回はね、自衛隊の銃の歴史ですね。自衛隊の前身となった、その警察予備隊や、保安隊だった頃も含めて、その戦後の日本っていうものがね、どんな銃で国を守ってきたのかっていうのをね、見ていきたいなというふうに思います。で、まずそもそもっていう、そういう話ですが、その警察予備隊とか、保安隊だった頃、要は1950年代とかは、米軍からのね、供与だったので、銃もね、米軍のその第二次世界大戦の末期の頃とか、朝鮮戦争の頃と一緒で、主力小銃の類だと、M1 ガーランドとか、M1 カービンですね。で、そして機関銃は、BAR に M1919 シリーズなんかが来て、で、そしてサブマシンガンはトンプソンに、M1 トンプソンですね。トンプソンに、M3 グリーズ。で、ハンドガンは、1911シリーズということで、一応ね、旧帝国陸軍、大日本帝国だった頃ですね。帝国陸軍の、救急式短小銃も、3006スプリングフィールド仕様にして生き残ってたみたいですけど、やっぱりそれはね、戦争の末期にね、無理やり作ったやつをさらに無理やり改造してるから、クオリティが、粗悪で、問題になったっていうこともあり、結局はね、本当にその当時の米軍の、武器体系っていうものを、そのまま引き継いだみたいな、そんな感じでした。で、じゃあ、M1 ガーランドと M1 カービンは、じゃあどっちが主力小銃だったのかっていう、そういう話にね、ここら辺でなってきて、で、これに関しては、一応ね、その M1 ガーランドが、主力だというふうには言われてるんですが、なんか M1 カービンもね、点検で、みんながバーっと持ってたりとかするので、あんまり具体的なことはよくわからないですね。なんか後方支援の人は M1 カービンみたいな話なんですが、本当かなみたいな、なんかそこら辺の裏付ける資料とかがね、あんまり自分の手元にないので、ちょっとよくわかんないですね。そんな感じです。で、ちなみにね、当時を知る人によれば、その M1 ガーランドは、4.3kg とかね、重量があるのに対して、その M1 カービンは 2.4kg とかで、はるかに軽いし、で、使う弾もね、M1 ガーランドは3006のスプリングフィールド。要は、ミリメートルの規格で言うと、7.62×63mm ってことですね。そういうものなのに対して、M1 カービンは、その30カービンっていうね、7.62×33mm っていう弾なので、火薬の量がね、全然少なくて、だからこそ、比較すればね、銃声も静かだから、軽いし銃声も静かってことで、M1 カービンの方がいいというふうには言ってましたけど、だがしかしですね、残念ながら、ここら辺のね、その M1 カービンの設計思想っていうものが、その日本の自衛隊とかね、あとアメリカを筆頭とした西側に引き継がれることは、あんまりありませんでしたね。そんな感じで。で、何はともあれですね、そんなね、米軍から供与された銃を使っていた時代っていうのが、戦後直後っていう、そういうことだったんですが、1954年にはですね、その保安隊が自衛隊になって、徐々にですね、兵器の国産化っていうのが進みましたし、あとその1950年代の末ぐらい、もう本当に1960年代にそろそろなるねぐらいの時期になると、その米軍のですね、M14 っていう銃が登場して、ここからですね、日本も含めたその西側のね、銃器事情っていうのは、激動の時代を迎えます。で、この頃になるとですね、西側も、FN 社のね、ファルであったりとか、ヘッケランド候補者の G3 なんかをね、出していくんですが、ここら辺の銃はですね、もともとは、その280ブリティッシュ、要は 7×43mm とか、あとはね、セトメの、セトメって G3 の、親みたいなやつですけど、セトメの 7.92×41mm みたいな、そういうですね、その 7.62×51mm よりも、弱い弾、薬莢の短い弾、弾をね、使う予定だったんですが、だがしかしですね、でもそのダグラス・マッカーサーおじさんがね、いやハイパーだろうと、ハイパーがいいだろうっていうふうに言いまくったので、結局ですね、西側、つまり NATO ですね、NATO サイドの弾っていうのは、7.62×51mm っていう弾になり、それに翻弄される形で出された、珍銃の一つが、初の国産小銃である、その64式小銃ですねっていう、そんな感じです。で、64式小銃の何が良くなかったのかっていうと、その 7.62×51mm っていう、そのハイパーの弾を使うっていうことは、規定路線、避けられないことだったのに、でも、その無理やりね、そのフルオートで撃てなきゃいけないんだっていうね、これからのそのアサルトライフルっていうか、小銃っていうものは、フルオートでコントロールできなきゃいけないんだっていう、そういう固定観念みたいのを、持ってたこと、捨てられなかったことっていうのが、良くなかったんだなっていうふうに思います。で、ここら辺のことはですね、
幻の自動小銃、64式小銃のすべてっていう本にね、まあ、いろいろこう書いてあるんですが、まあ、その中でね、まあ、その、まだね、G3 じゃないセトメっていう銃があるんですけど、まあ、セトメっていうのを、まあ、めっちゃ推してて、まあ、セトメについて細かいことがね、書いてないんで、セトメの具体的なモデルとかよくわかんないんですが、まあ、セトメをめっちゃ推してて、で、逆に、その M14 をボロカスに言ってるんですね。M14 は全然フロートで当たらないっていうね、まあ、そういう風に言ってるので、いや、でも M14 と G3、とか、M14 と64式小銃だったら多分 M14の方がいいぞみたいになりますけど、でも一応ボロカスに言ってるので、まあ、その当時 その日本 その銃の開発方針として、そのいかにフルオートでの安定した射撃っていうのをまあ重視してたのかが分かるっていう、まあ、そういうわけですが、でもこれはミスですね。まあ、要はその 5.56×45mm、まあ、今の、ね、世の中のアサルトライフルの弾ですが、まあ、西側のね、まあ、それのまあ倍くらいのジュールが出せる、まあ、7.62×51mm っていう結構なハイパーの弾を使う以上、そのフルオートでコントロールするなんてのは、まあ、基本的にはまあ無理のある話で、まあ、その無理を実現させるために、まあ、無理を実現させるためにさらに無理をして、まあ、いろんな変なことが起きました。で、それの代表的なのが、そのフルオートでのね、そのレートっていうのをまあ無理やり下げることで、まあ64式小銃のコントロールを良くしようってことで、まあ、64式小銃はね、まあ500レートぐらいのね、まあ、非常に低レートの武器になってますが、てかそういう銃になってますが、これはですね、その銃の中でこう前後にガッチャンガッチャン動く、そのストライカーみたいな、まあ、ハンマーのね、移動距離を伸ばすっていう、まあ、結構強引な方法によって行われたので、まあ、結果ですね、まあ、セミオートで撃った時にロックタイムが伸びる、まあ、要はトリガーを引いてから弾が実際に発射されるまでの時間が伸びる、で結果的に、まあ、当たりづらくなるっていう変な欠点を生み出すことになりました。で、これを言うとね、でも俺は当たったぜみたいに言う人が出てくるんですが、いや、お前は当たったかもしれないけど、お前が当たるんだったら M14 とかで撃っても当たったはずだっていう、まあ、そういうことで、まあ、そういうことになります。はい。で、まあ、あとですね、他にもね、まあ、フルオート時のコントロールっていうのを、まあ、容易なものにするために、ストックをね、まあ、綺麗な直銃傷にしたりとか、まあ、あとはね、フラッシュハイダー兼、まあ、マゼルブレーキをつけたりしましたが、まあ、でもね、まあ、いろいろやっぱり無理がたたってるっていうこともあるので、まあ、あと開発ノウハウとかもそんなないので、まあ、やっぱりファルとかね、まあ、G3 とか M14 の方が、まあ、いい銃だよねっていうのが基本的な評価かとは思います。まあ、そんな感じです。で、ちなみにですね、64式小銃に関しては、その右側面にあってね、その引っ張って回すっていうね、まあ、不思議なセレクターが有名ですが、これに関してはね、その補服で誤作動しないようにとか、まあ、いろいろ言われてるんですけど、まあ、個人的にはですね、これはね、その M14 の右側面にあるその押し込んで回すセレクターっていうのを意識して、まあ、だからこういう変なセレクターにしたような気はします。はい。ね、M14 もね、右側面セレクターなんですねって、まあ、そんな感じです。で、まあ、他にもですね、あと、アイアンサイトがね、倒せるんですけど、これはね、まあ、撃とうと思った時にも倒れるとか、まあ、あとはグリップが細い割にトリガーまでの距離が遠いから、まあ、なんていうんですかね、手に合う人があんまりいないとかね。まあ、そういういろんな欠点が指摘されるわけですが、まあ、そんな、いろんな欠点を指摘されながらも、まあ、64式小銃はね、89式小銃の採用までの25年間ね、日本の、まあ、自衛隊の、主力小銃であり続けましたって。まあ、そんな感じです。で、今、ちらっとね、登場した89式小銃ですが、この89式小銃っていうのは、5.56mm のね、アサルトライフルが、世の中にこう出ていくわけですけど、戦後ね、まあ、1960年代ぐらいから出ていくわけですけど、まあ、そこからですね、まあ、結構なね、後発の銃でした。まあ、なんだろう、みんな採用してから、うちもやるか、みたいな、まあ、そんな感じで、まあ、例えばその 5.56mm と、まあ、ほぼ同じ規格の223レミントンっていうのが出てきたのが、まあ、1960年代。で、M16 とか出てきたのも、まあ、1960年代だし、まあ、あと89式とね、よく似た銃の一つである、その FN の FNC だって、まあ、1970年代。で、まあ、韓国がね、K2 っていうね、まあ、ある意味89式とめっちゃ似てる銃を出してくるのも、まあ、1980年代の中頃だし、まあ、確かにね、そのドイツが、まあ、G3 から、まあ、G36 に更新するよりは、まあ早い段階でしたけど、まあそれでもね、まあ大抵の国よりは、まあ遅めにね、まあ日本は 5.56mm にシフトしたという、まあそんな感じなんですが、まあだからこそですね、まあ後発だからこそ、まあ当時としては、まあ非常にね、こう無難な設計で、かつですね、まあ64式小銃よりはね、はるかにマシな銃にはなっていて、まあ64式小銃あんだけケチョンケチョンに言ってましたけどね、はるかに銃に、マシな銃にはなっていて、まあ確かにですね、
その確かに、まあ、今はいらないだろうというふうに、ね、まあ、21世紀の今はいらないだろうというふうになるけど、その1980年代の前半に、まあ、米軍が採用した、まあ、M16A2 とか、あとは FNC とかとね、同じで、その3点バーストを入れて、まあ、流行にも乗ってるし、まあ、あと製造方法もね、そのレシーバーとかは、プレスで作って、で、それで、まあ、グリップとかストックにはプラスチックを使ってみたいな、まあ、そんな感じで、まあ、当時としてはね、まあ、当時なりに、まあ、モダナイズしたっていう、まあ、そういうことなんですが、まあ、でもね、やっぱりまだまだね、日本のね、まあ、銃って感じで、まあ、マガジンキャッチの周りにね、ガードがないとかね、まあ、マガジンキャッチって、こう、ポチッと押すとね、マガジン抜けるわけですが、まあ、それがね、まあ、誤って押せないようにガードをつけたりとかするんですけど、そのガードがないとか、あとはマガジンをね、入れる場所に、フレアがないっていうのね、フレアっていうのはこうなんか、スカートみたいに広がってるやつですね。まあ、そこで、まあ、入れやすくするってやつですが、まあ、そういうのがないとか、まあ、あとはね、64式小銃からのね、まあ、引き継ぎなんでしょうけど、そのセレクターがね、まあ、基本、右側面にしかないとか、あとはストックが伸縮しないとか、あとはサイトを載せたりとかね、レーザーサイトをつけるのが大変とかね、まあそういういろんな問題が出てきて、まあ64式小銃よりはマシだけどいろんな問題がね、出てきて、でそういうたくさんのクレームを踏まえて登場したのが、まあ20式小銃ですねってことで、まあ20式小銃のね、まあノリとしては、まあほぼスカーで、まあ上のね、上面がフラットトップで、まあピカティニーですね、ピカティニーのフラットトップで、まあハンドガードは M6 だから、まあつけようと思えばまあ、大体どんなサイトとかね、アクセサリーもつくし、ストックも伸縮式で、まあ、チークの高さもね、まあ、要は、砲付けするときの高さですね、チークの高さも調整できるし、まあ、セレクターとかね、まあ、操作系もアンビになって、左右ね、どっちからでも使えるようになって、で、グリップも AR と同じ規格になって、さらに、バイポッドもね、まあ、重心に直付け、まあ、今まで重心に 直付けとかでやっていましたけど、直付けじゃなくなって、ハンドガードをね、にそこにつけるようになって、で、まあ、いわゆる、まあ、なんつうんですかね、まあ、そのガンマニアのわがままというか、まあ、そこら辺のモダナイズっていうのを全部やって、で、さらに、その水力機動弾がね、まあ、使うことっていうのを意識して、その防サビとかね、まあ、OTV っていうね、OTB っていうね、なんか、オーバーザビーチかな。まあ、そういう、なんつうんですかね、まあ、水から上げてね、まあ、すぐ使えるみたいな。まあ、そういう部分も重視して作って、まあ、ガンマニアからはね、まあ、スカーに似てるとかね、まあ、ポーランドの MSBS に似てるとかね、まあ、いろいろ言われたりとかするわけですが、まあ、まだまだですね、まあ、20式小銃にもね、まあ、課題っていうのもあって、まあ、例えばですね、その改良すればどうにかできる細かいところだと、まあ、例えばそのハンドガードが短すぎる上に、まあ、重心長も短いから、まあ、もっとね、バリエーションを増やした方がいいとかね、あとはそのストックを畳めるようにした方がいいとか、コッキングレバーの位置がそのサイトのマウント、まあ、スコープとかを載せるマウントですね、まあ、そのマウントに近すぎるからそのコッキングレバーを操作するときにそのサイトのね、まあ、マウントと手がぶつかるとか、まあ、そういうね、細かいいろんな欠点というか、まあ、問題はあるし、まあ、あとですね、まあ、特に大きな問題としてね、今あるのはその米軍が採用した 6.8×51mm にどう対応させるかですね、まあ、そもそも7.62×51mm 仕様すらあるのか、まあ、正確にはわからないんですが、今後ね、その 6.8×51mm に、日本もしようというふうになった時に、まあ、どういうふうに対応させるのかっていうのは、まあ、非常に大きな課題になってくるだろうなとは思います。で、まあ、総じてね、この話っていうのを振り返るとその米軍の供与だった頃はさておき、まあ、結構ですね、まあ、トンチンカンなね、64式小銃を作ってた、まあ、その時代に比べれば、まあ、諸外国と、まあ、日本の銃っていうのはね、その差っていうのは、まあ、かなり埋まってきてるので、まあ、今後はね、まあ、もっと世界に誇れるようなというか、まあ、もっとね、まあ、言ってしまえば輸出して儲かるようなね、銃を作ってほしいなとは思いますが、まあ、現実っていうのはね、まあ、なかなかそう思い通りにはならないよなっていう、まあ、そんな感じです。はい。ということで、まあ、今回はね、まあ、日本の銃の歴史っていうのをね、まあ、日本の銃っていうか自衛隊の銃のね、歴史っていうのをね、振り返らせていただきました。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。